本各地の海に生息していると言われています。八戸でももちろん海岸に抱かれることもありますし、足掛町では町の魚としても取り入れられています。自然界では小魚であったり甲殻類、エビカニとかを捕食するようになるんですけども、飼育下であればまた与えられる餌も限られてくるので、そこは工夫しながら上げていきたいと思います。